タバスコピザ31ゲームチャレンジ、イエーイ。松田チュッチです。こんにちは、りっちゃんです。りっちゃんです。そしてひろチャンネルのひろむです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。31ゲームっていうのわかりますか？みんなが順番に1、2、3、4、5、6、7、8みたいな感じで1個から3個まで数字、何個でも好きな個数の数字を言って、こう順番に回っていって最後に31の数字を言ってしまった人が負けというゲームなんですけど、今回はね、数字を言うためにピザにタバスコをかけていきます。最後31を言った人がそのタバスコの買ったピザを食べるという、ね、じゃあ31回かけたやつを食べるってことね。そうです。31、やばいやばいやばい。でもそれ以外の3人はもう美味しい美味しいピザ食べる、まあ、勝てばいいよね。そうそう、勝てばいい。勝ったら普通に食べれる。そうということで、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、はい、はい、めっちゃ出た。1、あ、出た。2、結構出るね。3、4、5、6、うわぁ、3になってる。7、8、9、10。はい、11、12、13。めっちゃ高いやん。かけとるやん。14、15。うわー、できる。15。16、17、18。19、20。もう酸っぱい、タバスコの匂いが。え、今さ、ちなみに何だっけ。20。わかんない。21、22、23。うわー、酸っぱいの人すぎる。24。はい、25、26。うわ、結構攻めていきましたよ。28、29、30。だから27、28、29。ペロッといけちゃう。うん、あ、ほんとチーズだ。おいしい、うん、おいしい。やばい、うわ、耳がうまい。ペロッといけちゃうわ、これ。耳がうまっ。耳のうまさわかる。ペロッといけちゃいましたね、これ。あ、手、きますか。はい、どうも。デスソーススプーンで食べるより唇痛い、うん、マジ。マジか、唇痛い。唇痛く。いやー、すごい楽しかったね。楽しかった。ピザも美味しかったし、私は普通に美味しいピザ食べてないからさ、うん、まださ、ちょうどね、うん、4枚あるからさ、おもう一回、あ、次から、次は私からやってもいい。そんなことしなくても、まあ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 、いいよ、いいよ、別に。ほんと、うん、いいよ、いいよ。じゃあ、私からいきます。はい、はい、まあ、最初はね、いいんですよ。あ、1、2、3。13、14。うわー、なんかすごいすごいわこれ。もうね、ここタップタップ。23。うわー、もうここ真っ赤なんだけど。やばい、一番最初よりやばい予感がしてきた。29。あれー、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ今なんだっけ。29やりました。次ヒロさん30。あと30と31。みんな多分そうだと思うけど、どうやって4時に食べさせるかっていう。1.5倍か2倍ぐらいは、うん、やばいやろこれ。はい、ということでね、じゃあピザいただきましょうか。いただきまーす。いただきまーす。やったー、ようやく。おんぼっ、おんぼっ。あー、うまい。うん、うん、うん、うえ、顔がやばい。顔赤いけど。えっちゃん、マジでこれであのリアクションだったの？嘘でしょ。震えてる、震えてる。私の時の倍ぐらいかかってるからね。あー、びっくりしたね。美味しさ逃げちゃうもんね。うん、うわ、やばいなこれ。美味しい。あ、耳美味しいね、うん、これ食べないとやばいわ。の汗がすごい。うわー、やばい、辛い、辛いよ。辛い、
やばいよこれ。えっちゃん本当に全然反応してなかったけど。美味しかった。ここだな。ここ。ああ美味しかった。あ、よっち口紅塗ったもしかして。あ、可愛い。可愛いよ。カルラマジでこれ。私結構我慢してたからね。やばいやばいやばい。はい、ということでね、サーティワンゲームめっちゃ盛り上がったね。ああ面白かったな。楽しいですね。楽しい。これでもなんかね、ちょっとしたものがあれば他にもなんか応用できそうだよね。そうだね。うん。ということなので皆さんもぜひぜひね、遊んでみてください。ということでこの動画が面白かったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。